こんにちは、日野です。今日は2023年の6月の7日になります。6月ですけども、もう30度前後ですかね。車の温度計では外気温が33度というところですけど、30度ぐらいはあるのかもしれないですね。もうさすがに七分袖ぐらい、半袖まではいかないんですけど、七分袖ぐらいで今過ごしております。今、八重山俊彦先生の EM サーキットっていう、デンジャー対策の、パソコンに対してのデンジャー対策っていう商品をご案内させていただいてるんですけれども、今、ズームセミナーも八重山先生の、ズームセミナー見ていただけますので、またよかったらですね、メルマガの方も見ていただければなと思うんですけれども、昨日、メルマガにも書いたんですけれども、接種、その注射を接種した人は結構電磁波を感知するというか、電磁波の測定器がありますよね。あれで測定すると電磁波が結構検出されると、かなりのパソコンの基準値以上の数値が検出されるということで、しかもそれが問題なのはですね、接種した人と一緒に住んでいる人も同じように電磁波が測定されるっていうことなんですよね。で、接種してない人は、基本的にはゼロみたいなんですけども、そういったことがあるみたいです。ですから、注射の中には酸化グラなんとかっていうね、ものも含まれているっていうふうに言われていますし、そういった電磁波と反応するような、あるいは電磁的なものが含まれている可能性があるというところで、これからおそらく 5G と連動していろいろとですね、こう問題が起きてくるんじゃないかなと思うんですよね。4G、5G ってかなり強い電磁波ですから、それが電磁波をもともと出している人と反応することによってどんなことが起きてくるのかっていうね、一般的にはその血管を、なんて言うんでしょうね、血管をこう錆びさせ、ボロボロにするというか、そういうものがあるかもしれないということも言われてますし、今血栓とか詰まる病気がですね、で亡くなっている方が多いですけれども、それも一つには、接種した副反応的なものもあるんじゃないかということも指摘されていますよね。ですから、そういったことを見ていくと、これからその接種したしていないに関わらず、僕たちみんながですね、もう、なんて言うんでしょう、解毒をしていく、代謝できるっていうか、解毒をちゃんとして代謝していけるような体作りっていうのをね、していく必要があると思うんですよ。ですから、今日も朝お電話いただいたお客様が、5回接種した人のところの近くに、5回接種した、その会社の方みたいなんですけれども、一緒にいると下痢気味になるというか、便が緩くなるっていうことをおっしゃっていたんですよね。これはおそらく、そうですね、近反射で見るとシェーディング現象ですよ。なんとかでしょうね。言っちゃうとちょっとまずいのかもしれないんで、なんとか現象になりますよね。ですから、多分そこに反応があるので、おそらくそうだと思うんですけれども、そういったことを見ていくとですね、誰もが、そういった、影響を受けてしまう可能性があるというのも想定しておかなきゃいけないわけですよね。ですから、そういったことを見ていくと、一人一人が解毒をね、しっかりしていくしかないなというところで、僕自身も何度も言ってますけど、去年2回ぐらい、嘔吐、吐き、水便がずっと出続けたっていうことが何週間ですかね、かなりの期間、2、3週間ぐらい下痢便というか、水状の便がずっと出てたっていうことがあったんですよね。だからそれも、そういう、ちょっと途切れましたけれども、何度も途切れてしまいましたけれども、そういう僕自身も、なんとか現象の、排毒現象じゃないかと言われるような、水便がずっと続いたっていうことがね、あったんですよね。本当に2、3週間ぐらい続いて、なんだろうなっていうことで思っていたんですけど、今振り返ると、やっぱりそういう
チェなんとか現象ではないかなと思うんですよね。だから誰もが受ける可能性が、ね、あるというところで、一人一人がですね、こう代謝を良くしていくことをしていく必要があると思うんですよね。そういった意味で、ミネラルとかすごい重要だと思うんですよ。ミネラルとか、まあ、ケイ素とかで、まあ、フルボ酸とかね、そういったものも解毒で、取っていくといいと思いますし、僕自身もフルボ酸は取っていますし、まあ、ゼトックスっていうね、いい商品があるんですけども、それもフルボ酸、まあ、フムスエキスっていう、まあ、フルボ酸ですね、が含まれているものとか、あと、ゼオライトっていうのを一緒に含んだもので、ゼトックスっていうんですけども、まあ、そういったものもね、ツイッター上でもそれが良かったって言っておっしゃってる方もいらっしゃいましたね。まあそういうので解毒をとにかく日々していくことが重要ではないかなと思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。